皆さんこんにちは、庄司郎本能でございます。今日はですね、ビッグニュースが飛び込んでまいりました。我々の業界にとっては多分すごい大きなお話です。日経の記事を読んでいきたいと思いますね。法制審議会は10日に、相続登記義務化、それから住所や氏名の変更の時の、登記を義務付けるっていう改正案を答申しました。で、23年、あと2年後にはこれも施行されるってことなので、もう割とすぐですね。で、相続登記を義務化するっていうのはちょっと前から話題にはなってました。でね、どういうあの内容かってちょっとね、共有していきたいと思います。相続人になって、自分がね、不動産を取得したって知ってから3年以内に登記を申請しなければいけない義務になったってことですね。違反すれば10万円以下の過料があるってことで、まずね、まず大前提からなんですけど、登記っていうのは義務じゃないんですよ。自分でちゃんとその自分の権利を強いものにしたいっていう人だけが登記すればいいよ。その場合は権利守られるよって作りになってるんですね、日本の民法では。で、唯一というか義務になってるのが表示登記です。新しく建物を建てましたとか増築しましたとか、そういう場合は登記しなきゃいけないってことになってます。それはなぜかというと税金をかけるからなんです。新しく建物を建てるとそれに対して固定資産税とか税金をかけますよね。で、その徴税とつながってるので義務になってるんですけど、不動産を買いました、例えば土地を買いました、あとは銀行からお金を借りて抵当権をつけます、そういう時はね、別にね、登記は義務でも何でもないんですよ。したい人がすればいいっていう風になってるんです。で、そういう作りになってる中で、相続登記を義務にする、これはですね、相続登記がされてない土地が、僕のね、動画でも何でも話してる通り、今相続登記がされてない相続登記未了土地っていうのが九州の広さよりも広くなっちゃって、このまま放置すると北海道の広さよりも大きくなっちゃうっていうような流れの中で、絶対ね、相続登記をしてもらわなきゃ困るっていうのは、これ今ね、日本のもう大問題なんです。どうしたものだかっていうと、震災とかがありますでしょ、時々。そうするとその町を作り直さなきゃいけない、高台にね、そのいろんなものを移すとか、そういった時に相続登記がされてない土地があると、もうそれだけでストップしちゃうわけですよ。だから、すごくね、大問題なんです。で、ちょっと前に我々司法書がね、その相続登記されてない土地っていうところを法務局から委託を受けて相続人を調査するっていうのを全国的にやってるんですよ。で、その相続人に対して相続登記やってないからしてくださいっていう通知を送ってるっていう動きがあります。で、それに加えて、もうね、とにかくね、相続登記やってもらいたいっていうことで、もうね、いろんな制度がどんどんできてます。で、これはもうね、本当本丸っていうか最大の変更ですね。3年以内に登記を申請しなければ10万円以下の過料になる。で、この10万円以下の過料っていうのは罰金みたいなものなんですけども、これがね、どういう運用になるかっていうのは正直にちょっと分かんないです。例えば、その今言ったみたいに表示登記をしないと10万円以下の都が料っていうのがあるんですよ。でもね、そのね、過料が来たって話は僕正直23年間やってて一回も聞いたことないです。だからね、運用はどうなるかっていうのは注目ですね。で、これがもうきちんとね、3年やってなかったらもうパッと都が料をかけるっていうふうになると、結構これは大きい話になってくるんじゃないかと思いますね。それと、遺産分割協議ってやりますよね。その相続が始まると相続人で話し合いをして、誰がどの土地を取るかってことを話し合って決めて、で、その遺産分割協議書をつけて登記をしていくわけなんですけど、それのね、期限が定められます。10年間、10年以内に遺産分割協議をしなければ法定相続分で確定。これもすごいですよね。ちょっとね、一般人の財産ですよね。で、それをもうどういうふうに話し合って誰が取るかってことを話し合いもしてないのに、それでもう確定にしちゃうって、これリミットを設けるっていうことですけど、やっぱかなりね、大きい話だと思いますね。で、相続登記を義務にするっていうことは、ちゃんとね、誰がその土地を持ってるかってことを、行政の方でちゃんと確認をして、その人に対してこうアプローチできるような準備をしてくださいねっていうことなわけなんですけど、中にはね、いらない土地っていっぱいあるんですよ。いらない土地、もうこの土地はいらないから登記しなくていいですっていうふうに言われることもすごく僕ら多いんですね。もう利用価値のない土地っていうのは所有するだけ無駄なんですよ。固定資産税取られる、利用価値がない、何も使い道がない、そんな土地ね、誰もいらないんです。
そういう土地がもう積もり積もって九州より広くなってるってことなんですけど、じゃあ相続登記義務化したら、え、俺はいらないよって話になるじゃないですか。でそれとセットで、あの不動産を国にお返しする、放棄するってセットが、あの仕組みが導入されます。でそれは10年間の管理料を一緒に納めて、あの国に納める、土地を国に返納するっていう仕組みが、あのどうも準備されるようですね。でね、この辺までは、まあ、ある程度今までも情報が漏れ聞く伝わってきてたんですけど、もう一個ねセットでできたのがあります。それは住所氏名の変更登記、これ名変っていうふうに言うんですけど、あの引っ越しをしたりとか、まあ、結婚したり離婚したりして住所が変わった場合っていうのは、所有者の名前を変えるんですけど、これはねもうついでの時でいい、やんなくても構いませんっていう登記の代表みたいなもんなんですよ。で僕らも言われると、住所引っ越ししたんですけど住所変更登記した方がいいんですかって聞かれることってしょっちゅうあるんですよ。で僕らはいや別にそれ急いでやる必要ないから、売却する時とか銀行の抵当権をつける時とか、そういう時についでにやればいいですっていうふうにお答えするもんなんですよ。いつでもいいんです、それやんなくても。でそれが2年以内に申請すると5万円以下の過料っていうふうになりました。これもちょっとね、これは予測してなかったですけど、まあ、要は所有者に対してちゃんとアプローチできるようにっていうふうなことだと思うんですけど、これはちょっとね意外でしたね。ですから今後も建売住宅とか買うときに古い住所で登記する方って結構いるんですね。でそういう方はもう古い住所のままずっと行っちゃうんですけど、新しい住所に変えるってことを僕らはちゃんとケアして、新しい住所に変えるってところまでちゃんと見てお手伝いするってことが今後は必要になってくるんだと思います。まあね、そういうふうに相続登記の義務化って始まりました。でね、これが始まるとおそらく我々の業界にとってはですね、もう神風、過払い金フィーバーの時に、まあ、続く久々に吹いた業界の神風だと思います。まあ、相続登記は後でもいい、急いでやらなくていいっていう人とかいっぱいいるわけですけど、そういう方たちがね一斉に相続登記をやるっていうふうになりますので、相続登記の案件というのは多分激増すると思います。で相続登記だけじゃなくてね、その相続登記やるときには、まあ、今日はちょっと詳しく説明しませんけれども、不在者の財産管理人だったりとか、特別代理人とか、いろんなねその裁判所でやる手続きなんかもセットになってくるんですよ。あとはまあ、国にさっきお話した国をお返しするって手続きね、そういったところも就労者がお手伝いできるっていうふうになったら、おそらく大量の仕事の需要っていうのはそこでね発生するんだろうと思います。ですから僕らはねそれをちゃんと受け止められるような準備をそれぞれの事務所が今後やっていかなきゃいけないなと思います。うちもしっかり準備したいと思います。まあ、今日はね本当久しぶりに我々の業界に起きたねいいニュースだと思います。頑張ってねその案件取れるように皆さん頑張っていきたいと思います。まあ、この動画気に入ったって方はぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。